それでは予言を読み上げていきましょう。また4日後に会う約束をしました。パーフェクトです。お二人で今からじゃんけんをしていきます。で3回戦やって誰が勝者になるかをもう全てここに書いてきました。ではまず1回戦目、じゃんけんぽい。お、勝ちました。ゆうじさんが勝ちました。じゃんけんぽい。勝った。前さんが勝ちましたね。じゃんけんぽい。勝った。前さん勝ちましたね。打ち合わせはしてなかったですね。全く偶然出た結果です。ゆうじさん、前さん、前さん。もちろん他には何も入っています。でこの中から、じゃあ1つ選んでほしいんですけども、もちろん他は全部バラバラです。大丈夫ですね。たまたま波を選びましたですので、ちょっとお見せしましょう。ここに予言とか1枚だけカードが入ってます。おー、すごい。パラレルワールドっていう言葉知ってますか？そのもう一人の自分から手紙が届いてたとしたらすごいことじゃないですか。ちょっとおさらいしましょう。皆さんちょっと一緒に記憶しましょう。まず藤野リリさんです。そして現在の職業がネイリストで、初任給では両親を旅行に連れて行きました。あと、あ、子供の頃の夢は看護師になりたかった。で今でもその夢は諦めてない、そういうことですね。ではもう一人の自分が今どんな人生を歩んでいるのか、それが書いてあるこの手紙を読んでみたいと思います。ちょっと開封しましょう。切りますね。ちょっとハサミ持っていただけますか。はい、で実はこの手紙の表側を見てください。これ宛名が書いてあります。すでにもう一人の藤野リリさん、私の名前この字で間違いないですね。これを取り出していただいていいですか。はい、皆さんちらっとお見せしましょう。たくさん文章でしっかりとパソコンで打ってあります。はい、もう一人の私へ、はい、そちらの世界はいかがですか。私は一度はネイリストになったけどって書いてあります。ネイリストになったけど子どもの頃からの夢を諦めきれずについに看護師になることができたよって書いてあります。頑張った甲斐あって初めての給料は両親を旅行に連れて行ったよって書いてあります。さっき言ってた通りですね。封筒の中に今の私の名刺を入れておいたから記念に取っておいてね、もう一人の藤野リリよりと書いてあります。うわ、看護師になってます。これ、まあ、これからも夢を諦めずに頑張ってください。皆さん藤野さんにもう一度大きな拍手をどうぞ。